はい、えー、今日はですね、カシマアントラーズが、ブラジル人フォワード24歳のサウロ・ミネイロ選手に、まあ、獲得オファーを近日中に出すんではないかというニュースが入ってきました。えーまあ、この選手は、まあ、セアラーというチームに所属していて、まあ、2020年、まあ、チーム得点王になっているということで、まあ、得点力はねかなり えー、あるのかなとは思うんですけど、えー、まあ今現在ね、えー、カシバントラーズ、ブラジル人、えー、かなり多いですし、まあ先日ね、えー、ブエノ選手の復帰が、えー、発表された、えー、ばかりですから、またここで、えー、ブラジル人のオファーというところで、まあこのニュースがね、まあどのぐらい信憑性があるのかなというところは、少し意気になるんですが、 ま、具体的にも、カシマアントラーズという名前をね、まあ、現地の、えー、ジャーナリストが、あ出しているということなんで、あの、いつも間違われるね、カシワ・レイソルではないという可能性が高い、ま、カシマアントラーズというのが結構濃厚なのかなと思います。はい。ええー、まあ、この獲得が、うんまあ今ね、当然入国獲得しても入ってくるのは結構時間がかかりますので、 まあ来シーズンを、えー、見越したあ獲得、えーまあ、エベロード選手の挙手というところも含めて、まあ、考えているのかなっていうところもありますし、まあただのね、えー、飛ばしのニュースなのかなっていう、まあ、可能性も十分あるので、まあなんとも言えないところではありますね。はい。で、このサウロミネイロ選手、あのー、まあ、結構ね、えー 得点を取ってんのかなと思ったら、まあ、そんなでもないっていうところで、うーん、まあ、どのぐらいのね、力がある選手なのかっていうのはちょっとね、わ、えー、からないかなっていうところですかね。はい。まあ、チーム得点王って言っても、そもそもチームで点取ってる選手が少ないようなので、まあ、なかなかその響きだけに、えー、だけで評価することはちょっと難しいかなと、個人的には思ってます。はい。 ええー、まあ、そのところで、えー、ちょっと急遽ね、えー、ちょっと、んまあ、どうなのかなってニュースが入ってきましたので、まあ、動画にさせてもらいました。もしね、えー、皆さんはこのニュースを見てどう思うかもね、あのコメントに書いてもらえると、お嬉しいです。はい。えー、ま、明日ね、えー、栃木戦、まあ、天皇杯ありますので、まあ、気持ち切り替えて、えー、天皇杯、えー、タイトルで向けて、戦ってほしいなと思います。はい。今日はこのところで動画を終えたいと思います。